フ楓です。皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。ちょっと今真似させていただきました。そう、僕のチャンネルね。はい、そうです。結構僕真面目な感じでいつもやってるんで、はい、なんかクールな感じで、はい、はい、そうなんですよ。はい、ということで、はい、今回はカズサモナックカントリークラブに来ております。あの、北海道からですね、原田プロに来ていただきまして、はい、前回は原田プロの飛ばしのコツっていうのを、はい、教えていただきまして、その際にあのヘッドの動くイメージができるドリルも教えてもらったんですけれども、うんうん、はい、今回は私がちょっと見てもらいたいなと。実際のスイングですね。はい、スイングです。ちょっとバンダバ見てないので、はい、どんなものか見てみたいですね。はい、はい、私そうですね、あの距離も飛ばないのももちろん悩みなんですけれども、うん、すごく右肩が出るんですね、うん、突っ込むのと、はいはい、あと右肩がすごい出るっていうのが悩みでして、正面から動画を撮るのがすごく嫌なんです。かっこ悪いんですよ、何より見た目が。なるほど。距離ももちろん欲しいんですけれども、うん、またその、ね、右肩が出る悩みっていうのもちょっと見ていただけたらなと。わかりました。はい、持っております。よろしくお願いします。はい、ではいつも通りドライバー打っていきます。プロ見ててください、私の右肩。はい、ダイナミックじゃないですか。いいですね。本当ですか。はい、なるほど。そうですね、だから右肩が、はい、カエさん今出るということで、はい、振りがですね、はい、ちょっとっ鋭く振れないというところがあると思うので、はい、前回、はい、のお話であったヘッドを走らせるっていう、はい、これをちょっとね、もう少し詳しくやっていけたらなと思うんですけども、はい、ヘッド走るようになりますか。多分なると思う。わー、教えてください。だから結局、主役を右手じゃなくて、はい、前回という左手にするんだけれども、はい、感じとして練習方法はちょっとやると、こうやって右手でこうやって持っててください、はいはい、でこの時に右肩とかがもう前に出ないように少し後ろに引っ張っといた、はいはい、それ肩甲骨下げる感じですか。そう、それでいいです、はい、それから短くクラブをこの根元のあたり、はい、グリップの根元のあたり持っていただいて、で左手でこっち側の、はいはい、そしたら結構離してます、離してますね、はい、で左をこう時計回りにぐるぐる回してください。今プロは左手で回してるんですか。そうですね、右は押さえ動かさないようにして、はい、そうそう、ちょっと失礼、はい、これでやって、はい、うわ、そう、これの練習を家でやって。すると難しい、難しいでしょ、はい、でも右肩が動いてないんですよね、はい、あで左が動いてるでしょ、はい、これは今まで私はこうやってたってことですね。逆だから左手で持ってください。はい、でここを押さえます、はい、はい、右手で動かしていくと、ほらだんだん右肩出てくるから、こう出てくるっていう、ただそれだけ、はい、キャップで言うとどっちを回してるかだけで、ただ違うだけなんです。同じことをやってるんだけど違う、どっちが主導権を握ってるか。ペットボトルだったらペットボトルを動かせる、そういうようなイメージですね、はい、めちゃくちゃ分かりやすい。だからこれで言ったらペットボトルのこっちはキャップになるから、はい、キャップを動かそうと思うんじゃなくて、うん、こっちを動かしてあげるとこっちが動かないっていう。でここでパチン、今当たってる状態、パチン、パチン、あ、パチンってこう、そういうイメージに、はい、考え方を変えていくっていうのが、まず走らせるインパクトゾーンの練習に、はい、なります。左に主導権を持ってくる、持ってくるんですね。そう、へー、だからそれもただ左で引っ張るとかっていうんじゃなくて、はい、引っ張る時もあるかもしれないけど後ろにいる時もあるんで、結局こうただこう回そうと思っていれば、はい、勝手にこうボールを叩けてくるんですね、こうパチンパチン、はい、そっか、そしてなんかここ下に来るから勝手に加速もするし。あ、そうです、そうです、そうです、へー、はい、こうなってくると今クラブがこう回ったときにここありますよね、はい、これがいわゆるインサイドからクラブを下ろしている瞬間、へー、はい、でここからインサイドアウトに抜けている時間、あ、だから別に自分で内側から入れようとか思わなくていいんですよ、はい、勝手に、あ、本当だ、だからここだ、うまくいかない人はインサイドってやると手を落とそうとするんですよ、はい、手を落とさなくてもグリップが上がればヘッドは下がるわけでしょ。右手で何かするとかじゃなくて、はい、動かさなければ勝手にインサイドに
インサイドに、こうやってやればインサイドになるから。だから右手の練習とかだと片手振りとかやるんですよ、はい、だから右手でちょっといいですか、はい、まあ普通に素振りでいいんだけど、はい、ただ片手で振るんですよ、こうやってね、はい、それだけでもあの右手はその振るんじゃなくて、さっきあの縄跳びとかと一緒で、はい、ちっちゃく振るっていう練習にするんですよ、右手は。右手はちっちゃく振る練習するんですよ、こうやって。私は今までこうやって縄跳びこうやってるんですよこうやって飛んでたんですね。そうこうね、それをちっちゃくしてあげると。あ、はい、そうするとまあ単純にこう短めに持って、はい、こうやってちっちゃくこうやって短めに持って、はい、こうやってちっちゃくこうやって振る練習とかやると、あの右手って大きく振らないっていうことがまず脳にイメージされるという感じです、はいはい、ちょっとやってみましょうか、右手で。結構難しいけど何回かやってると。今までだからでかーく、こういう感じですよね。それをピュッとこうちっちゃく、めっちゃ短く、そうだよ。あ、これでいいよ、こんなんでいいから、はい、こんなんでいいから、はい、そうじゃんって思った。いや、まあ、右手だったらね、それで、はいはい、練習としてはこれでいいです。じゃあその時にこれが今こういう風に、はい、こういう風になっちゃうんですね、はい、これをもうちょっとここがこうなるから、はい、あ、前、そうですね、はい、こういう使い方、はい、だからこう回すとほら、あ、確かにこうなるんで、はい、右手の甲が自分を指している状態になるんですよね、はい。あのこの回した時の感覚っていうのは分かるんですけど、どうしても振っていく時になんかスライスするんじゃないかと思って手首こうしちゃうんですけど、ちょっとこれ詳しく教えていただけますか。これは結局右手で、ここはちょっと難しいところなんですけど、今の動きってこうやってるんですよ、こねた感じ。そうですから、皆さんから見るとフェース面がずっとこの状態で、実際はこういう状態に少し作りたいんですよね。はい、そうするとこういう風になるんですよね。あ、スライスしない。そう、はい、ちゃんと返ってくるんだ。こういう風な返し方、はい、そうすると僕の右手の甲が振った後、自分を指している状態になります、はい、クラブが立ってくる感じ。シャフトが立ちますと、はいはい、さっきのだとこうなるんで、はい、もうこれ以上動かなくなってるんですから、はい、ストップしちゃいます、はいはい、そうするとこうやってこういう風になる。これで捕まりますから、はい、それで右手のやってみます、はい、ここからこう、そう、ちっちゃくね、はい、ちっちゃく、そう、もうちょっと惜しいそう、もうちょっと惜しいでもそういう感じ、はい、いいです、今違いない、それで大丈夫。こうじゃないんですね、はい、こっちなんです、ね、そう、はい、そういう感じ、そういう感じで、その方がよっぽどクラブも軽いし楽ですか。あ、いいです、はい、この使い方になります。閉じる感覚ですね、はい、こうやって練習して右肩の位置を押さえて、はい、こうやって練習すれば、あの、はい、まずそれだけでもなんとなくいいでしょう、はい、いつもと全然あの、はい、体の使い方が違います、はいはい、本当に今まで右で一生懸命振ってたんだなっていうのを。そうなんですよ、これがまずできてくると、はい、まず右が分かってくると思うんですね、はい、次左、じゃあこのタオルでちょっと、はい、ドリルを、左手の使い方をちょっとやりたいと思うんだけど、こう右で握った状態にした状態で、これはね動かない状態なんで、はい、左を少しどっちかというと引っ張るような感覚なんですよ。はい、引っ張るような感覚。そう、ゆるゆるにしちゃうとダメで、はい、引っ張る感じでこうやって動かしていくような。はい、はい、それがインパクトの。そうですね、だからインパクトの時は、はい、なんかこうプルプルのプランプランな状態というよりは、ちゃんとこう、はい、上下に引っ張ってる感じでこうなってる感覚が。インパクト、そのイメージなんですね、はい、そのインパクトのイメージはちょっと今ちょっと分かったんですけど、はい、その後なんか振り抜いていくイメージができないというか、ここの後ですよね、はい、引っ張ってこういう風になった後ですね、はい、なんか結構止まっちゃうのかなっていう、はい、でグリップがこっち側に倒れた後は、はい、この状態から今度はこういう風に運動量が増えてくるんですよ。こういう風に運動量が増えてくるんですよ。なんか内側というか、こういう使い方になりますね。そうするとどうしてもみんな右でこうなっちゃうんで、はい、これ止まっちゃうから、そうすると右肩動かさなくても、この右肩のポジションの中でここまで動かせるんですよ、
本当だ。グリップはあのシャフトが硬いからわからないだけで、はい、プロはそういう動きをイメージしてるんです。まあここで言えば走るってことで言えば、これができるとなんか体あの足場が悪いところでも手打ちできちゃうってこと。ああ確かに。そしてこうなんない。テクニックはちょっとレベルが上がるから、はい、距離アップだけじゃなくて、ちょっとこれやってみましょうか。やってみます。まずはじめはこっちでしょ。こっち。そしてちょっと引っ張りやっこして、はい、こういう感じ。そうそうそう、してこのまんま振り抜いていくと、これが動かさないでこっちが動かし、あ、ここ、あ、そうそうそう、はい、今パキッと音が鳴って、こっから、はい、こっちが、こっちが動きする、右が動いた、そうそうそう、グッていかない、はい、こうやってこのまま動いていくと、はい、これはね、このままなんだよ、このまま、そうそう、してこのままこっち側にこう、こっちが引っ張る感じ、左が引っ張る感じ、そうそうそう、ここが引っ張る感じだから、はい。はいはい、こうなんですね。そう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 。でもこうなると、はい、右はゆるゆるじゃダメですね。そうです、使わないけど、あ、そうそう、右手は使わないけどしっかり感。じゃなくて引っ張れないですね。そう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 。この感じから。そう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 。こう回してるような。はい。こっから。そうこうそうそうそうこういう感じ。こういう感じ、ここで引っ張られてる感じ、はい。こっちが動くんで肘が上がるっていうか。はい。はい。でも左肘が本当に開かないです。あ、そうです。こっちに絶対行かないです、はいはい、こっからこう来て、そう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 、こんな感じ、複雑なあやとりみたいな感じ、そう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 、でもこういう体操してくるとめちゃくちゃ分かります。これ本当に右手は引っ張られてるのを耐えてるだけで、で結構左手はあの内側の筋肉、体の内側の筋肉を使って、うんうんうん、左の運動量多いね。はい、左の本当内側の筋肉で、今この動きやってるだけで私汗かいてきました。あ、本当になんか体の足も内側、うん、お腹も左側の筋肉をグッと使わないと、うんうん、こう下に引くから変わる割のような感じ、ね、一旦こうなって一気に振り上げる、そうそうそう、でここがちゃんと肘が高く上がるから、はい、最終的にこうやってしっかりと振り抜けるよね、うん、はい、引っ張る感覚っていうのが大事ですね。そう、これ左がね、はい、左でこう、はい、振るとか引くとかじゃなくて、はい、こっちに、そうそうそう、だからこう内側に、左がこう回ってる感覚なんですよ、こうね、回ってます、こう回ってるような感覚になるとクラブヘッドが走りやすくなります、はいはい、これは一回タオルとかでやらないと分かんない感覚ですね、はい、皆さんこれやってみてください。そう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 、うん、こっからこうなって、そう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 いう感じ、そういう感じ、超かっこいい。でも右肩はずっと同じとこにあるのが、あ、そう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 、わかります。いつもインパクトしてこっちに行くときにずっと視界に右肩があるんですけど、あ、それがなくなるよ、今はいなかったです、はいはい、右肩が。こうからこうなんだ、そうそうそう、そ右肩が残るね、はい、でトップも高くなって、そうそうそう、かっこいい。こんな感じで、ね、この高くて締まったトップが本当に憧れなんですよ。脇が締まってるけど、はい、アークは大きくなるからこういう感じ。おー、これで振り抜いたらバッチリだよ、はい、打てるのかって思うんですけど、これ一回テイクバック気にしなくていいですか。あ、全然関係なく振り抜きだけ意識してください。で音がビュンとなるから、はい、で音がビュンとなるから、はい、そしたらシュッてなるでしょ、こんな感じ。こんな音聞いたことない、はい、本当にここで鳴りました。あ、そうですね、ここで一番そのインパクトゾーンの音が鳴ってました。そう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 、あんまり右肩出ないよね、はい、はいはい、打ってみていいですか。はい、いいですよ。あ、そしたらほら、ピタッと気持ちよく振り抜かれる感じ、はい、いつもこっちなんですね、うんうん、打った後それもなかったです、うん、全然スイングの形が違う気がします、うん、いつもと。うわ、惜しい。だから右肩が良くなってくると、はい、ああやって右出るの嫌だから、はい、結局こういう使い方になっちゃうね、右手がね、はい、だからこうちゃんと、はい、この時に、はい、こう抜けていかなきゃダメ、はい、こ
こういう風に、これだと右に逃げてっちゃうから、これだとスライス、こうなので、こういう動作に、こうなっちゃうから、これをこういう方向にしていくっていう、はい、せっかくインサイドから入ってきてるんだけど、はい、このまんま行っちゃってるんで、はい、フェースが開いてる状態、はい、インサイドから入ってもフェースが開いている状態というのを、ここでこのねじる、はい、右手の甲が自分を刺すような、こういうドライバーでネジを回すような、はい、回すような、そうそう、これがちょっとあると、はい、右手をちゃんとネジ回しのように回しながら、こういうふうに使っていくと、はい、自分の甲みたいな、はい、そうすると捕まりやすくなっていますから、はい、そこが仕上げのところかなと思います、はい、これがこういう右手の使い方をしていいの、あ、いいんですか、これはやらないと、はい、別にフェースがこっち側向かないんだから、はい、こういう動作、ここは動いてる、そうそうそう、はい、こういう動作です、はい、ほら右手の甲が自分を、あ、はい、自分を見てる、そうそうそう、これは大事、はい、こういうふうになっちゃうから、はい、右手はこういうふうに、はい、甲が見える、そう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 、はい、そうだね、うん、お、うん、いいんじゃない、本当にフィニッシュも止まれますね、そうそうそう、よく打てた時は、そう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 、ショートより163ヤード、おー、うん、すごい、これなんかもうちょっと毎日この感覚、うん、さっきの引っ張り合いのできたらもっと飛ばせる気がします、もうちょっといける、おー、うん、なんかでも捕まってる感じがあるよね、はい、当てようっていう気持ちが本当になくて、はいはい、この右手のこのイメージと左手で押してっていうインパクトのイメージだけを持ったんですけど、はい、ミートリズまでちょっと良くなっちゃって、そうですね、はい、ボールをちょっと押せてくるから、はい、こういう動作じゃないので、はい、少しこう走る状態で押せてくるから、はい、距離も伸びてくるかなと思います、はい、なんか今回教えてもらったのは本当に感覚をつかむことが大事だなって思ったので、これ毎日やります、こうやって右肩動かさないように、はい、右肩動かさないように、はい、そう回してくる、はい、そうそうそう、多分さっきより上手くなってましたね、はい、なってましたね、はいはい、これ毎日やります、はい、ちょっとやってみて、はい、ヘッドを走らせる感じでやってみてください、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、次回はですね、ウムゴルフ君、私よりもうちょっと上級なので、はい、さらに何か走るんじゃないかなと楽しみですね思っておりますので、はい、では次回の動画もお楽しみに。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。また見てねー。